それどうも。今回も早速やっていこうと思うんですが、作っていく料理はナスの煮浸しいや焼き浸し、そんな感じでやっていこうと思います。お米に合う素朴なおかずといったところでしょうか。ちょっとこれあれだったんですよね。冷蔵庫に結構ナスが余ってて消費しちゃおうと思って、それで作った次第です。なので今回は全然難しくないと思いますし、結構ささっとできちゃうようなそんな内容だと思うんですけどね。ナスの皮は半分ぐらい剥いたんですけど、これはお好みで大丈夫です。剥き切ってしまってもいいですし、全く剥かない状態でもいいです。ナスの皮にもね、やっぱり栄養はありますからね。とはいえこうちょっと味が染み込みやすいように、今回は半分ぐらい皮を剥いてます。まずは下味の塩をしておきます。これは一応アク抜きも兼ねてるには兼ねてるんですけど、そんなに個人的にはナスってアクを感じないので、例えば山菜とかであれば、ものによってはかなりしっかりアクを抜かないとやっぱ渋くて食べれない、苦くて食べれないっていうのはあるんですけどね。ナスの場合はアクに含まれるその成分がポリフェノールの一種って言われてるんで、そもそも体に悪いものではないですしね。料理によって使い分けた方がいいですね。サラダとか漬物とかにするんだったら、やっぱりアク抜きは必要ですね。今回はまあ言っても焼いていくので、やっぱりどちらかというと下味の塩としての要素は強いですね。はい、このカットしてるニンニクはスライスで、生姜は千切りです。少しこう食感が残るぐらい、まあ、そんな残るっていうほどじゃないですけどね、まあ残るぐらいです。あとこれはニラですね。これも余ってたので刻んで加えます。というわけで、ここからは前回の視聴者さんからいただいたコメントで面白かったっていうのをね、ピックアップしたいと思うんですけど、前回のというかとんかつの揚げ比べみたいな動画を出した時ですね、いただいたコメントが、料理しないけど参考になるっていうコメントだったんですよね。結構面白いなと思ったんですけどね。参考になるって言ってくれてるんですけど、料理はしないそうで、深いですよね。ね、というわけでナスを今ね焼いていくんですけど、最初に塩をした段階で結構水出てくるんで、焼く前にはしっかりと水分を拭った方がいいです。それで焼き加減はちょっと焦げるぐらいがいいです。このちょっと香ばしい感じが美味しさの元でもあるんで、ナスを引き上げたらそのまま少しオイルを足して、生姜とあとニンニクですね、混ざったのを軽く炒めていきます。香りが出てきたら刻んでおいたニラも加えて、さらにこう炒め合わせます。それでニラの方も全体が軽くしんなりしたら、ここでチキンブイヨンを加えていきます。鶏ガラスープでも全然大丈夫です。これは本当どっちでも。そしたら醤油なんかの調味料も加えていくんですけど、ここでコチュジャンも足します。少し辛みで。でなんでコチュジャンかっていうとね、これもちょっと冷蔵庫でそろそろちょっと使い始めたいなと思ってたんで、コチュジャンにしました。なので、まあ、豆板醤がある方は豆板醤でも全然大丈夫です。ただコチュジャンの方が甘みとか旨みっていうのが少し強い印象があるので、そういったちょっと、まあ、さじ加減というか、そういうのは必要ですね。そしてここから、これもね余りもんですいません、長芋です。少しすりおろしてタレに粘りを加えるような感じです。これもあったから加えたんですけどね、長芋好きな人はもちろん加えた方が美味しいと思います。なんでしょう、加えない場合の方がこうサラッとしてるんで、
茄子に味は染み込みやすいんですけど、このね長芋の粘りが加わることで、染み込みやすさはちょっと落ちるんですけど、表面にタレが絡みやすい感じはしますね。なんとも説明が難しいですけど、伝わってほしい。まあ分かりやすく言うとですね、私んちちょうど冷蔵庫に長芋あるわ。そんな人はぜひ加えてください。それで昼終わりぐらいに作ったので夕飯時ですね。だいたい 3,4 時間ぐらい冷蔵庫で漬け込んでおきました。まあ正直2時間ぐらいも漬かれば十分味は染みるんですけど、こういったスタイルで作り置きも可能です。 2,3 日ぐらいは全然いい状態が続くと思いますね。辛味と酸味を吸ったナスにさらに長芋の粘りが加わって、白米軽く3合いくんじゃないかね。え、これというわけでナスの焼き浸しでした。結構簡単なんで気が向いたらぜひ参考にしてみてください。それじゃまた次回の動画でお会いしましょう。アビアント。